総合防災安全課の榎本さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはじめに平成29年度の水防訓練の実施日時場所から教えてください。はい、5月13日の土曜日午前9時30分から11時まで京王相模原線鉄橋より下流の調布市側の多摩川河川敷で実施します。水防訓練の内容についても教えていただけますか。はい、台風や集中豪雨による河川の氾濫や地下浸水等を想定し、水防工法等の、実践的な訓練を行います。砂を詰めた、土のう袋を積み重ねて防壁を作り、水の侵入を防ぐ水防工法の基本である積み土のうを中心としてシートや砂を詰めた土のう袋を組み合わせて防壁を築き、水の侵入を防ぐ改良積み土のう工法、大型の1トンの土のうを作成し重機で土のうを積み、堤防から越水を防ぐ大型土のう工法、都市型水害に対処するための住宅浸水防止工法などを実施します。下半ポンプを使用して浸水した建物からの排水活動も行います。特に今年度は東京消防庁第8消防方面本部と合同で実施しますので規模を拡大して各種水防工法を行います。水難救助活動訓練では消防ヘリコプターによる救助も予定しており、臨場感のある訓練をご覧いただきたいと思います。都市型水害に対処するための住宅浸水防止工法とはどのような訓練なんでしょうか。はい、住宅浸水防止工法では、土のうの代わりに、ポリタンクやプランターなどを身近にある容器を使用して止水法を実施します。身近にある容器を使用する、止水法ですので、皆様でも実践できると思います。ぜひご覧いただき防災意識を高めていただきたいと思います。身近なもの、例えば家庭にあるものを使ってできる止水法とはどのようなものがありますか。はい、例えば40リットル程度の、容量のゴミ袋を二重にして中に半分くらいの水を入れ口を閉めます。ゴミ袋の強度が不足する場合は、重ねて枚数を増やします。そのゴミ袋を段ボール箱に入れ連結し、出入り口など隙間なく並べることによって水の侵入を防ぐことができます。水防訓練の会場に市民が体験できるコーナーがあるということですが、具体的にどのような体験ができるんでしょうか。はい、訓練会場においては、様々な体験コーナーを設置します。実際に土のうを作成していただく体験コーナーや赤十字奉仕団の協力のもと AED の使い方や応急救護の体験コーナーがあります。またミニ防火服を着て記念撮影をしたり消防団ポンプ車の体験乗車ができます。消防署によるはしご車の乗車体験も予定しております。風速30メートルまでの風圧体験コーナーもありますので、風の力を実際に体験してみてください。はい、こちらにはどういった服装で参加すればいいんでしょう。はい、今回の訓練は入退場自由、見学自由となっております。ただ体験コーナーに参加される方は運動しやすい服装でお越しください。また日差しの強い時期ですので、帽子をお持ちください。水分補給ができるようご準備いただき体調管理には十分気をつけていただきたいと思います。そして雨の場合はどうなりますか。はい、雨天決行、降天中止になります。雨の場合でも訓練は実施しますので、カッパ等の雨具をご持参ください。では最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、本年度の水防訓練は消防機関による本格的な水防工法や救助活動をはじめ、ご家庭でも実践できる水防工法を実施しますのでぜひご参加ください。また実践的で臨場感のある訓練の展開、役に立ち楽しめる体験コーナーもありますのでぜひご家族で会場にお越しいただき防災意識を高めていただきたいと思います。お待ちしております。総合防災安全課の榎本さんにお話を伺いました。